相川惣一は、日本の政治家。埼玉県浦和市岩町出身。慶應義塾大学商学部卒業。埼玉県議会議員、浦和市長、埼玉市長を歴任。1980年、旧浦和市から埼玉県議会議員の補欠選挙で埼玉県議会議員に当選。以後、埼玉県議を3期務めた後、1991年に浦和市長選挙に立候補。5000を目指した現職の中川健吉を破り、第18代浦和市長に就任。以後、浦和市長を3期務めた。2001年5月1日、浦和市、大宮市、与野市との新設合併に伴い失職し、5月27日執行の市長選挙で、旧大宮市長であった、新藤徹弘などを破り、初当選した。また、2005年5月15日執行の市長選挙では、自民党県議、中森福洋を破り、再選。2008年11月11日、埼玉市大宮区のホテルで開かれた、在日本大韓民国民団埼玉県地方本部の記念式典で挨拶中、体調不良を訴え、近くの病院に入院した。検査の結果、胸部の動脈に損傷が見つかり、手術を受けた。参選を目指して立候補した2009年5月24日、執行の市長選挙では、自民党埼玉県連、公明党埼玉県本部の推薦を得たものの、当選した場合通算6期22年となる、多選批判や健康問題、自民党国会議員の一部が再び立候補した中森陣営に流れたことが響き、元県議会議員の清水勇人に敗れ落選。その後、2010年5月に埼玉商工会議所の副会頭に選出された。この副会頭就任は同年10月に退任予定の川本信彦会頭の後任として次期会頭に就任することが前提であるために、就任後の清水との関係が注目されていたが、同年9月22日副会頭を辞任した。2011年7月1日、埼玉市議会は、埼玉市名誉市民として顕彰することに同意し、11月1日に顕彰された。2012年11月3日、朝日中受賞を受賞。2021年1月25日1時36分、慢性呼吸不全のため、埼玉市内の病院で死去。78歳没。死没日をもって14位に除される。三市合併時の市長は2007年11月に、旧与野市長、元埼玉市長職務執行者の井原勇が、2020年12月に、新藤が死去しており、相川の死去により全員が個人となった。浦和市長選挙に初めて立候補した際、地元選出の自民党衆議院議員であった、松永光が、中川健吉を支持したことから、以降は、松永と対立。市長就任後は自民党との間に一定の距離を置くようになった。市長選挙には毎回公明党の推薦で立候補しているが、政治信条は一貫して保守であり、市議会において新しい歴史教科書を作る会による歴史教科書に賛意を表明するなどしている。旧浦和市長時代には市内に本拠を置くプロサッカークラブ、浦和レッドダイヤモンズのファンであることを公言していた。旧浦和市が合併し、新市埼玉市の市長に在任中は、埼玉市として合併した旧大宮市に本拠を置く、大宮アルディージャの存在に配慮して、公言は控えた。これは、アルディージャ後援会の会長に就任したためであった。このため、両チームが対戦する埼玉ダービーは、自分が会場に行くと角が立つという理由でもっぱら、テレビ観戦に止め、自宅のベランダには両チームのチームフラッグを掲げて中立を示していた。とはいうものの、2009年の市長選では、浦和レッズの元監督、ギド・ブッフバルトが応援演説を行った。家業は元禄年間から続くという米国商。祖父、相川惣次郎と父、相川惣氏は共に元浦和市長を在任していたので、親子3代で、同一の地方自治体の市長となったが、旧浦和市のような大きな自治体で、かつ県庁所在地では、全国的にも非常に珍しい。また、親子3代で同一の地方自治体の名誉市民に顕彰されているのも同様である。2021年1月の死去後、2月1日に家族葬が行われ、相川を乗せた車が浦和市長、埼玉市長として通算5期、約18年間執務をした埼玉市役所の玄関前を通り、市の幹部、市議らが見送った。ありがとうございます。